今週月曜日に東京高裁が最新裁判のやり直しを認めたいわゆる袴田事件で、東京高検が最高裁に特別広告する方向で検討していることが分かりました。1966年、旧清水市で一家4人が殺害された袴田事件で、死刑が確定した袴田岩尾さんについては、東京高裁が今週月曜日、最新裁判のやり直しを認める決定をしています。 その後の関係者の取材で東京高検がこの決定を不服とし最高裁に特別広告する方向で検討していることが分かりました特別広告の期限は来週月曜日までで検察側は最終判断に向け調整を進めているものとみられます東京高検が特別広告した場合再審をめぐる審理は最高裁で続くことになりますこの方針に対して岩尾さんの姉秀子さんは まだ特別広告されていないのでコメントの使用がございませんと話しています。